XRS-2200 リニアエアロスパイクエンジンリニアイアロスパイクエンジンとは NASA の X-33 及びベンチャースターのために開発された新型の液体燃料ロケットエンジンの名称である。推進剤は液体水素と液体酸素。高度に関係なく高い水力と非水力を発揮でき、スストであるベンチャースターに必要な打ち上げ能力を提供する。 最先端のエンジンとなる予定であった。2012年現在、これを使用している打ち上げロケットはない。円形のエアロスパイクノズルベル型ノズルのエンジンと、リニアエアロスパイクエンジンの比較一般的に、ロケットエンジンの水力を決定する大きな要因は、燃焼圧力と外部圧力の比である。地上では気圧、すなわち外部圧力が高く、水力と被水力は低下する。 発射後上昇して高度が増すに従って外部圧力が低下するので水力は増加する。現行のロケットエンジンに搭載されているコニカル型及びベル型のロケットエンジンノズルは中心に配置された燃焼室から高圧ガスを噴出しノズルの内壁に沿って膨張させる。ラバールノズル形状で最適となる外部圧力は設計時に定められた特定の値に限られ、 それ以外の圧力、すなわち高度では効率が下がり、ロケットの性能に少なからず影響する。例えばすぐレ礼にとると、真空中では秒速4400メートルの噴射速度を達成するが、海面高度では秒速3500メートル程度しか発揮できない。それゆえに、多段ロケットにおける第一弾のエンジンは相対的に高い能力を確保するために、 燃焼圧力を高めに設計する。しかし、燃焼圧力を高めればそれだけ燃焼室の強度が要求され、また推進剤も高圧で噴射しなければならず、技術的な困難が伴う。また、高度上昇に伴う外部圧力の変化に対応して、ノズル形状を変える新点ノズルや、デュアルベルノズルもエンジン質量の増加や燃焼ガスの制御など課題が残る。一方で、 高度に関係なく能力を発揮するノズルとしてスパイク型が研究されていた。スパイク型のノズルはコニカル型、ベル型ノズルと構造が大きく異なり燃焼室が中心ではなく円状に並んでおり中央に突き出されたスパイクと周囲の空間そのものをノズルとして使う。すなわち外部圧力に応じて燃焼ガスが自然に最適な噴射構造を決定する。そのため スパイク型ノズルは、海抜0メートルから真空中までほぼ100%の能力を発揮し、ロケットの能力を大きく向上させるものとして期待されていた。また、スパイク型はベル型などに比べて、全長を短くできるという地味だが重要な特徴を持つ。しかし、その構造をえに冷却が困難という重大な問題があったため、現在まで実用化されることはなかった。 リニアの名の通り、リニアエアロスパイクエンジンは燃焼室が直線上に、並び、突起も直線上である点が、スパイク型ノズルと異なるが、断面の形状は同じであり、スパイク型ノズルと同じ特徴やメリットを持つ。小型の燃焼器は二次元スパイクの上端に、内側、つまり、スパイク側を向くよう取り付けられており、高速で噴射された燃焼ガスは、スパイク表面に沿って流れる。 燃焼器の断面は四角形で、隣同士と密着するように成形されている。エンジン自体は傾けることができ、ベクタースラストが可能である。リニアイアロスパイクエンジンは X-33、33ように、その高い能力を持って、スストを実現するため開発された。途中、突然の水力低下や異常燃焼などに、悩まされつつも、結果的に安定した動作を達成した。 リニアエアロスパイクは X-33、ひいては拡大実用版であるベンチャースターにも搭載される予定であった。しかし、本体である X-33 の開発が困難を極め、最終的に予算超過で凍結となる。これに伴い、リニアエアロスパイクエンジンは実際に飛行することも搭載されることもなく、その使命を終えた。ありがとうございます。